鈴木則彦は日本の経営学者。専門は国際経営論。国際キリスト教大学名誉教授。元国際教養大学学長。元国際キリスト教大学学長を歴任。栃木県那須郡黒磯町の雑貨屋の家に生まれる。父は元職業軍人。一橋大学経済学部卒業後、学部の指導教官。 板垣与一の定年退官に伴い、大学院の指導教官、小島清の推薦で、国際開発センターから奨学金を得て、インディアナ大学に留学し、経営学博士を取得。ワシントン州立大学准教授、イリノイ大学助教授を経て、ワシントン大学客員教授、国際キリスト教大学学長、アジアキリスト教大学協会理事長。 国際教養大学理事長見学長を歴任。鈴木ゼミ出身者に、吉田直樹ドン・キホーテ社長などがいる。その他、財団法人大学基準協会副会長、高等教育室保障学会副会長、中央教育審議会大学教育部会員、大学設置、学校法人審議会員、国立大学法人評会員会員、特定。 非営利活動法人国際教育交流協議会理事特定非営利活動法人学校経理研究会理事公益財団法人海外市場教育振興財団評議員日本私立大学団体連合会大議員公益財団法人大学セミナーハウス幹事、大学マネジメント研究会理事特定非営利活動法人キャリア文化研究所理事等も歴任 2010年から2012年まで国立大学法人一橋大学経営協議会学会委員2011年から三鷹市教員委員会委員等も務める2013年中島峰夫国際教養大学学長の指去に伴い鈴木が愛有第二大学長に就任した中島の妻陽子は中島峰夫が鈴木さんについては 大学教育の考え方が全く一致していると言っていましたと述べている。また、大学教育の考え方が一致していたことに加えて、海外の博士号を持っていることも、海外の学長に負けない格が必要であるあゆ、学長に適任とされた。指導教官以外のゼミの恩師に、宮川君夫がいる。家族のことを考えて、帰国を考えていた際、 宮川君語から国際キリスト教大学を紹介してもらった。ありがとうございます。